みんなでイッツ救急隊を歌って踊るよ。レッツゴー。パピプペピポン、パピプペピポン、ピーポー救急隊。真っ白ボディにくるくる赤ランプ、アンビランしっかり地図見て、何区何町何番地、近道探して、それ出動だ。オーライオーケー、教えて教えてピーポー、キッズ救急隊。救急車はどんな時に呼んでいいの？お答えします。たくさん血が出た時や、急にすごく頭や胸が痛くなったり、息が苦しい、呼んでも返事がない時など、いつもと違うと感じたら呼んでくださいね。パピプペピポ、パピプペピポ、ピーポー救急隊。痛いところや怪我はどこですか？全身よく見て、必要な手当てするよ。病院探して、さあ出発だ。オーライオーケー、教えて教えてピーポー、キッズ救急隊。救急車がついてもなかなか病院に行かないのはなぜですか？お答えします。患者さんから痛いところを聞いて手当てをしたり、病院に連絡しています。命に危険がある場合はすぐに病院に向かうので安心してください。パピプペピポ、パピプペピポ、ピーポー救急隊。みんなの命を救いたい、大事な命を運ぶんだ。だから教えて教えてピーポー、キッズ救急隊。パピプペピポ、パピプペピポ、ピーポー救急隊。朝も昼も夜も働く救急隊。 Every time! サイレン響かせ、病院目指して Go! 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 安心してね、もう到着だ。 All right! OK! 教えて教えてピーポー、キッズ救急隊。救急車を呼ぶかどうか迷ったり、病院が知りたいときはどうしたらいいの？お答えします。そんなときは救急の電話相談や病院を案内してくれるシャープ7119などの相談窓口があるので、事前に調べておいてね。パピプペピポ、パピプペピポ、ピーポー救急隊。パピプペピポ、パピプペピポ、みんなのキッズ救急隊。もう一つ聞いてもいいですか？救急車が赤信号を通過します。Okay. 教えて教えてピーポー。
救急車はどんな時に呼んでいいの？お答えします。たくさん血が出た時や、急にすごく頭や胸が痛くなったり、息が苦しい、呼んでも返事がない時など、いつもと違うと感じたら呼んでくださいね。パピプペピポ、パピプペピポピポ、救急隊、痛いところや怪我はどこですか？全身よく見て必要な手当てするよ。病院探してさあ出発だ。オーライオーケー、教えて教えてピーポーキック救急隊。救急車がついてもなかなか病院に行かないのはなぜですか？お答えします。患者さんから痛いところを聞いて手当てをしたり、病院に連絡しています。命に危険がある場合はすぐに病院に向かうので安心してください。パピプペピポ、パピプペピポピポ、救急隊、みんなの夜も働く救急隊。エブリタイム。サイレン響かせ、病院目指して Go Go Go。安心してね、もう到着だ。All right, okay。教えて教えてピーポー、キッズ救急隊。救急車を呼ぶかどうか迷ったり、病院が知りたいときはどうしたらいいの？お答えします。そんなときは救急の電話相談や病院を案内してくれるシャープ7119などの相談窓口があるので、事前に調べておいてね。パピプペピポ、パピプペピポピポ、救急隊、パピプペピポ、パピプペピポ、もう一つ聞いてもいいですか？救急車は赤信号を通過します。消防隊が活躍する火災予防を学べる絵本もあるよ。みんな読んでみてね。